ファミコンジャンプ88年バンダイ、どうもアラヤンです。さあ前回の続き、ラスボス行きましょうか。レベルをだいぶ上げてきましたんでね、少年ジャンプを呼んで心もマックスまで上げてきたし、使いそうな仲間は全員マックスまで上げてきてますよ。さあ挑もうか、ラスト13連戦いきます。さあ第一決戦場、ジャキ男塾3号生筆頭ジャキ。さあこいつは可能でいきますかね。本庁特犯課刑事ドーベルマンこと加納ジョージが貴様を挙げてやるぜ。このジャキが貴様に真の戦いを教えてやろう。必殺技いるか、戦うでいいかな。倒せるでしょう。東方総上水つえーな。行きましょうか。フォーティフバブナム、おりゃ。オッケー、ジャッキ撃破。俺の負けだ。この世にはびこる悪はこの俺が絶対許さん。さあ第二決戦場はマシリト。マシリトは誰で行こうかな。マシリトはそうね、リョウで行きますか。リョウちゃんが一発決めてやろうか。この偉大な科学者の力を見せてやるわ。さあバズーカ砲いきましょうか。ボツボツボツ、いけ。オッケー、大ダメージ、もう一発。敵じゃないね。オッケー、マシリト撃破。おのれ、お前なんか嫌いだ。りょうちゃんの勝利。さあ3人目はフェニックス。こいつはそうね、満喫でいきますか。日本一のガキ大将戸川満吉が相手じゃ。お前の力が私との戦いによってどんなに無駄かということを教えてやる。こっちが教える番ですよ。さあ行きましょっか。古文集合。おマッスルリベンジャー、全然食らわねえ。オッケー、一撃そんなバカな。どうじゃ。さあ4人目は九四郎か。九四郎はそうね、抜け策でいきましょうか。この最終決戦はね、基本的にキャラクター同士の相性だけが勝負の決め手になってるんで、相性のいい仲間で戦えば絶対勝てるんですよね。あなたと戦う相手、それは私です。ワイの投げるボールを受けてみ、変態ギャグ、いけ。もっと強く、怪獣抜けゴンこれでダメージが当たるんだから不思議なもんですよね。さあ撃破。あかんわ、こりゃワイには荷が重すぎたわ。私の勝ちです。さあ5人目はヘルナンデス。これは何のキャラクターでしたっけね。キャプテン翼かな、キーパーかな。さあ誰で行こうか。ケンシロ。北斗神拳は一子相伝、貴様はすでに死んでいる。こいつどんな攻撃も、こいつじゃねえな、こいやなどんな攻撃も受け止めてやる。そうね、天無双伝説いきますか。一撃黄金の右腕が弾き飛ばされた。北斗神拳の前に貴様の勝利はない。
さあ6人目ライエル、これは宇宙の帝王ライエル、これは何のキャラクターだっけな、覚えてねえな。そうね、こいつとは、あー翼でいきましょう、キャプテン翼。あれ HP がないちょっと減ってんね。さあ勝負だ、負けないぞライエル君。ふふふ、地球人どもめ、この私が立ち上がった以上ただでは済まさんぞ。さあ行こうか、ドライブシュート。ダメージが全然食らわんね。行けドライブシュート、ダイビングヘッドサッカーボールで倒しちゃいましたもんね、宇宙の帝王を。やったー、決まったぞ。さあ7人目ラスネール、デビルサイダーラスネール。あーこいつはね、そうね、筋肉マンだったかな。おお HP が回復してない、まあいい、行きましょう筋肉マン。私のパワーのレスリングを見せてやる。不死身のラスネールをどうやって倒すのかお手並み拝見しましょう。さあ必殺カジバのクソ力、一撃、うぃえ、復活するんでしたっけね、不死身なんで。私は不死身、決して死なんのだ。さあもう一発いきましょう、カジバのクソ力。お、かわしやがった、マッスルビーストエンド、全然食らわん。いけ、よし、2回目撃破、まだ復活もう一発ぐらいで倒せたかな。またかわしやがった、めんどくせえな。いけ、もう一発カジバのクソ力、またかわした、めんどくさい。いけ、よし、また復活、めんどくせえ。さあもう一発いけ、さあこれで決めろ。あ、またかわした、めんどくさいなこいつ。さあ HP がそろそろやばいぞ、いった撃破、私の不死身の体がうぎゅう、見たか、これが私の実力だ。さあ第8決戦場、ヒゲゴジラ、ヒゲゴジラ、ハレンチ学園教師、こいつ誰だったかな、あられちゃんかな。うほほー、やられと遊ぼうワクワク、この吉永小百合先生様に逆らうやつは許さないわよ。さてうんちゃほ、全然ダメージ食らわねえ、もう一発うんちゃほ、いけ、よし撃破。さあ9人目はエシリシ、ジョジョですよね。エシリシは悟空がやりやすかったかな、悟空、オラがおめえの相手だ、面白い、では少しだけ相手をしてやろう。さあ、太陽拳ですね、太陽で一発でやっちゃいましょう。オッケー撃破、俺は偉大な生き物だ、やられるなんて欲も、勝ったぞ。さあ10人目赤カブト、来ました、クマですね、クマ。こいつはそうね、あられちゃんかな。遊ぶ、はい撃破こんなのがラスボスでいいのかね。さあ11番サガ、サガ来ましたね、セイントセイヤ、こいつは抜け柵かな。私こそがこの時代の救世主、邪魔する者は葬り去るだけだ。
さあ行きましょう、変態ギャグ。うわ、元老魔王剣来ました。引かない。行け。さあもう一発変態ギャグ。おお、結構ダメージ強いね。あ、間違えた、攻撃しちゃいましたね。さあもう一発変態ギャグ行こう。よし、撃破。何これは。さあ12番目ラオウ、北斗の剣か。こいつは太郎で行きたいんですけどね。太郎 HP なかったんじゃない。あ、やっぱり全然ないな。捨て駒で俺史上最高を目指している山下太郎だど。貴様は北斗七星の脇に輝く創世を見たことがあるか。ある。貴様は俺と戦う運命にあったらしい。さあ必殺通るかね。最高のボール。くー、ダメージが全然通らない。いけるか、もう一発出せ。当たれ。オッケー、撃破。HP1 からの撃破ですね。ぬおー、このラオウがやられるとは。おで、やったど、勝ったど。さあお疲れ様。ラスト13人目、マジュニア、ドラゴンボールですね。こいつはね、霊気がいいんですよね。霊気。ゴッドサイダー、帰国霊気、剣山。いつでもいいぜ、かかってこい、ザコ。ザコかどうかは、見ていただきましょうか。第一継承。バクレスマ候補、ダメージ食らうね。さあ、行こう、新魔紐。504。く、貴様は神と悪魔のパワーを持っているのか。一撃。バカな、この俺様がやられるなんて。ゴチ狙いから授かったこの力、見たか。さあ、13人撃破っすね。オッケー、余裕だわ。戦いは終わりました。あなたの活躍のおかげで、この世界は救われました。でも、この世の災いは絶えません。これからも全てのことに対して最善の努力を払い、友と力を合わせて勝利をつかんでください。あなたの活躍を信じています。ゲームは終わったけど、お楽しみのエンディングの始まり。こんなこと言われると興ざめなんですけど、まあ見てみましょうか。このファミコンジャンプを応援してくれた皆さんに感謝を込めてお送りします。それではショータイムスタート。おお、エンディングですね。さあ、これでファミコンジャンプクリアっすね。あー、みんな物語の世界に帰っていくっていう感じでしょうかね。いやー、ラスボスあっけなかったな。主人公も自分の世界に帰りますよね。どうもありがとう。これで無事20周年を迎えることができる。これからも週刊少年ジャンプは頑張るぞ。応援よろしく。あー、スタッフロールが流れてます。いやー、お疲れ様でした。そうですね。まあ、レベル上げるのは最後ちょっとめんどくさかったですけど、3時間ぐらい上げてたかな。まあ、レベルを上げるというか、パワーゲージみたいなやつを貯めるっていう、そういう、そのために敵と戦い続けるっていう、そのための作業でしたけども、それ以外のところは意外にサクサク進むことができましたね。初めてやった時は、どこに次に行ったらいいのか全然わからなくて結構詰まりましたけども、電話ボックスで電話したりとか、街中にいてるキャラクターに話を聞いたりとかして、次に進む場所のヒントをもらいながら進んでいくんですけどね。そのヒントが結構少なめなんですよ。だから初プレイの時は結構な難易度でしたけど、何回も何回もやってるとね、だいたい次に進むところがどこなのか覚えてきてるので、ヒントがなくても確かこの辺だったよなみたいなのがもう分かっちゃうんですよね。どんなゲームでもそうかもしれないですけど、そうなると
そんなに RPG は難しくないってことで、今回は結構サクッと進んじゃいました。いやー、まあしかしダンジョンの、特にラストダンジョンね、ピッコロ大魔王と戦ったラストダンジョンの長さはびっくりしたな。何分ぐらいさまよってた？30分ぐらいさまよってたんじゃないの。特に1回の複雑さ半端じゃなかったですよね。ただただ長いだけで、あれはちょっとね、子供向けのゲームにしては結構辛いものがあったような気がしますけども、まあその辺はラストダンジョンってことで許されるんでしょうかね。なんていうか、途中にね、こうイベントなんかも全然ないもんですから、単純にもう道をずっと探し続けるだけのラストダンジョン、あの長さは子供の時は結構辛かった思い出がありますね。いやー、しかし懐かしかったですね。現在と過去を渡って進めていく RPG なんですけど、現在で出てきているキャラクターたちもかなり昔の漫画のキャラクターばっかりですよね。発売そのものが何年前だ？ 30 年近く前なんですか。ですからその頃の最新のコミックス、そこに出てたキャラクターたちが現在に出てきて、さらにその前のキャラクターたちが過去の世代に出てますんで、あんまり内容を知らない作品も中にはちょっとありましたけどね。何のキャラクターだったかなこれみたいなのもちょこちょこ出てましたけども、まあとはいえサクッと進めてサクッとクリアしちゃいました。ラスボスもそれなりに覚えてましたね。相性のいいキャラクターをどんどんちゃんと選んでいけましたから、あんまり詰まることなくクリアできたんじゃないでしょうか。さあ、これエンディング、これで終わりでしたかね。この後何も進まなくてこのまま止まっちゃうんだったかな。もう何も聞かないっすね。はい、ってことでこれでストップっぽいので、ファミコンジャンプクリアありがとうございました。さあ、ってことで今回はこの辺で、ファミコンジャンプご視聴ありがとうございました。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひそちらもよろしくお願いいたします。ではでは、お疲れ様でした。ファミコンジャンプ2もやりたいですね。